どうもこんにちは、山田です。はい、じゃあね、今週もねギルド遠征やっていくんですけど、ついにね僕もエレナさんからね、卒業したいなと思います。はい、まあ1週間ちょっと、どんぐらい2週間経ってないぐらい、まあね、使ったんですけど、まあちょっとね、まあ今現状マッサーヤンの方が強いっぽいので、いや楽しかったです。本当にエレナって言った俺。リンネとのね、思い出はね、非常に、はい。あはは。はい。はい。まあ、リンネとの思い出はね、そんなないので、はいっていう感じですね。まあね、サバイバーリセット役に関しては、また出るから。出るんでね。もう次からね、あれらしいんで。もうあれらしいんで、もう一気にやっちゃいまーす。はい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 、オッケー、よいしょ。はい、じゃあマスターヤンに切り替えて、あれ火力が下がったぞ。まあいいでしょう。あ、リンネの方が火力あるんだ。知らなかったよ僕は。はー、知らなかったですね。あ、違う違う、あれだよ、リンネのレベルを上げればいいんだ。うん。これだ。これですね。はいはいはい。え、これで、ああ、よかったよかった。ああ、よかった。びっくりしたびっくりした。ああ、セット、リンネの方が火力高いんかと思ったけど違いましたね。じゃあ早速ね、これでやっていきたいなと思います。はい。まあ、ピックにもよるんですけどね。で、今回のギルド S はね、1位はもう無理です。諦めました。もう無理です。どんなに頑張ったところでもう無理ですね。うわ、待って、めっちゃピックン良くない？うわ、待って、めっちゃピックン良くない？ガチで言うて張りますのこれ。まあ、コテかな？うわー。エナドリかな？エナドリですかね？どっちだろうね、これね。まあ、安定取るならエナドリですかね。エナジーキューブでしょ？あと、強力いいね。あとは、浪人の鎧など、ちょっと待って、一回。はい、浪人の鎧。フィットネスガイドが出なかった。フィットネスガイド出なかったな。マジか。弾薬推進機。相性悪いんだよな。まあ、しゃあない、しゃあない。まあ、悪くはない。あ、でもフィットネスガイドないからちょっときついですね。どこまでやれるか。いや、久しぶりのヤンだな。2週間、まあ、ないぐらいぶりぐらい。1週間ちょっとぶりぐらいかな。わかんねえけど。はい、よいしょ。いやー、マスターヤンの方が、やっぱ火力は出るんですかね、やはり。はい、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 はい。いやー、懐かしいマスターヤン。なんか、こうやって見ると、やっぱマスターヤン、いいですね。いや、マスターってついてるくらいだからね。そら強いわ。はい、で、話変わるんですけど、わーい話変わるんですけど、SS 神器の、首来ましたね、ネックレス。6月18日に来るそうなので、楽しみです。何日？今日、日曜日が16日なので、はい。あ、そうだ。まだ復活だった。あー、忘れてた忘れてた。危ねー。よかった。6月18日だから何曜日だ。16が日曜日、17が月曜日だから火曜日に来るか。火曜日に来るっぽいんでね。頑張ってね、その日にやりたいなと思います。ただね、僕、コアが今あんまないんですよね。コアがないんで、ちょっとね、足りるかなっていう感じはするんですけど、まあ、足んなかったで、まあ、ガチャすればいいだけの話なんで、まあ、ガチャか、まあ、S級の宝箱オープンしちゃえばいいだけの話なので、やばい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 。やっぱフィットネスガイドないときついな。フィットネスガイド欲しかったな。やばい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 。やばい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 。はい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 。やばいやばい。避けて避けて避けて。いい感じに避けていい感じに。いい感じに避けないと死んじゃうから。あとは、何回も言うんですけど、ギルドのメンバー募集中です。火力25万前後あたりの人、もしよければ僕のギルドに、ぜひ来てください。よろしくお願いします。待っております。
それ以下の、あ、なんかね、最、あの、僕ね、ギルドの、その、ランクを下げたんですよ。80とかに下げたんですけど、そしたらですね、攻撃力、なんか、5万とか6万とかの方が、まあ、いっぱい来て、来ちゃってですね、まあ、全然いいんですけど、あの、普通に拒否するだけなんで、そ、あの、絶、あの、そ、そういう人たち、あの、完全に絶対拒否するんで、違うところ行った方がいい、いいと思います。わかんないけど。僕のところでは、ちょっと、5万とか6万の方は申し訳ないんですけど、ちょっと、入れれないので、そこだけよろしくお願いします。すいません。とりあえず25万。とりあえず25万あたりの人、募集中なんで、よろしく。お願いします。あぶねー。弾よけて、ちょ、俺ね、これね、やり方をね、なんか言われてるんですよ。なんか、うまくね、なんかこう、はめる、なんかやり方があるみたいなことを言ってる人いたんですけど、無理でーす。やり方わかんねえ。なんか、X の方を見てくださいとかって言われたんですけど、何、どこをどう検索したら出てくるのかが分かんない。俺マジ火力ほんとやばい。安定の46付近ですね。どうやったら僕が一体50に行けるんですかって話ですけども、いやほんと俺の下手くそやな。マジで下手くそだと思う。マジで悲しくなってくる。僕は自分の力の PS のなさにちょっと不甲斐なさを感じる。いやー、マスターヤン帰ってきましたね、本当に。はい、じゃあちょっともう一回やってみたいなと思います。よいしょ。まあ、ちょっとね、さっきより HP も上がってるんで、どうなることやらって感じですけどね。まあ、あとは、もうほんとピックンにもう頼るしかない、本当に。おい、待って、神じゃない？待って、神じゃない？ガチで言ってる？ガチで言ってる？ガチで言ってる？とりあえずもう、一回。終わった。今やってみるわ。なんだよ、お前、協力銃弾来なかったら無理じゃん。協力銃弾来なかったら無理じゃん。いやー、いいの来たと思ったんだけどなー。ダメでしたねー。くそー。いやー、マジかー。ちょっと悲しいですねー。はい、はい、はい。まあ、どこまで行けるかわかんないですけどね。やってみようと思います。はい、はい、はい。なんか、電撃展開して、なんか壁、下の壁っていうか、なんか壁側に張り付いていた方が良いみたいなことが書いてあったんで、いやでも高鳩が近くにいた方がいいと思うんで、あー、近づいてきてくれた。はいはい、ほい。はい、じゃあなんか下の壁張り付いてると良いみたいな、ちょっとやってみる的な。どうだどうだ、いい感じか。ただ協力銃弾ないからね、それが痛いんですよね。協力銃弾ないのダメでしょこれ、無理だろ。はいはいはい、さあどこまでいける。協力銃弾なくてもどこまでいけるんだい。マジか、それはきついな。それはきついぞ、それはきついぞお前。よいしょよいしょ、ちょ高鳩近くに来てくれ。高鳩よ、頼む、近くに来てくれ、頼む。はいはいはい、いやーこれ協力銃弾来てたらマジでワンチャンあったんじゃねえかって思うんだけど、ワンチャンないのかこれ。協力銃弾あったらワンチャンあったな、これマジでワンチャンあったんじゃねえかな。いやーマジほんと運をものにできなかった、マジで。いやーこれマジでワンチャンあったと思う、普通に。やり方的にはこれでいいんですよね、多分。なんか壁に張り付く的な。はい、ダメージ食らって、ちょっとダメージ食らって、いや、協力銃弾来なかったの痛いな、マジで。いやー、これ、いや、マジでいけてたんじゃないかなって思うんだけど。いや、これ、ゲボ運が良かった、マジで。やいやいやいと。危ない。はい、はい、取って。取って。はい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 。
うわ、協力銃弾なしで、さっきと同じ記録ですよ。マジ悔しい。ワンチャンマジ、50のライン行けてた可能性あった、今。うわー、マジでか、きっちいなー。まあまあ、まだあとね、2日あるんで。はい、というわけでね、リンネとは1回おさらばして、マサヤに変えて、ギルド遠征やってみましたっていう動画でした。というわけで、ご視聴ありがとうございました。それじゃ。